おはようございます。今日は病院の日です。おはようございます。今日は病院の日です。今日は病院の日です。病院12時からなのにまさか起こさないといけないとか。起きますよ。もうちょっと。もう起きる時間です。だってなんかポコポコよさなんか忘れててさ、うん、眠れなかった。多分赤ちゃんがいるからですね。元気だね。元気ですね。ただしまだそのポコポコ感分かっていませんね。今日女か男かちゃんとわかるぜ。あ、今日女か男かちゃんとわかんの？うん。嘘。男の可能性もどうする？ここまで来て男だったら。ここはね。ちんちんちっちゃいだけだよ。そう。男に変わったってか可能性はあるよね。でも最近男でもいいかなと思うんだよね。嘘なんで？女ばっかりいるから周りに。なるほどね。はい。ジュリア。ちょっと眠いんだけど。嘘。でも男か女か見に行かなきゃ。アマゾンありがとね。アマゾン取った。朝来たからそれだけで大きいか。1時間後に来ますって言ったら15分後に来た。そうそう、1時間後に来ますって言ったら1時間後やめたのしかない。まだですって言われたって。まだです、あと45分そこで待ちなさい。ピンポンがね聞こえるんだよな、ここ。それが難関だよね。なんかなんだ。何食べる？ヨーグルト？うん。牛乳派。ヨーグルト。牛乳派とヨーグルト派で戦いたいね。絶対牛乳派が勝つよ。だって牛乳で作るって書いてあるんだもん。あ、そうなのか。ヨーグルトはあれなのか。まだヨーグルトとバナナ派。あ、バナナね。バナナはいいな。バナナ。栄養が取れるしな。はい、ということで着替えてお化粧もしました。今から病院に行っていきたいと思います。今は21週目の5日目になります。朝も言ってたんですけど、今日性別がまたはっきりすると思うので、女の子って言われてたけど、もしかしたら男の子の可能性もあるし、女の子って確定になるかもしれないので、ちょっとそれを楽しみにしていきたいと思います。あとですね、まあ今度別の動画でもあげたいんですけど、私病院が決まった、産院が決まりましたっていう動画をねあげたんですけど、ちょっとまあいろいろあって病院を変えることになりました。それの相談もしたいなと思います。決まった病院とかなんで変えたのかっていうのはまた別の動画でね喋りたいと思うんですけど、これは怪しいのよ。あげたいと思います。今日は旦那氏と一緒に2人で産院に行きたいと思います。ちょっと前のね、初めて旦那氏が病院に行ったやから2回目ですから、旦那氏は2回目の病院なので、ちょっとまた赤ちゃんがどんな風に大きくなってるのかとか見てもらえたらなと思いますね。赤ちゃんだ。鼻がある。なる。仕上げてますね。軽くなって、ちっちゃくなってますね。すごいね。すごいね。
こっち向いて。あ。目とかはないね。目がない。足をね、ピンと上に伸ばしてストレッチして。すごい、本当だ。柔らかい。柔らか。伸ばしてないですよね。あれできないね。いや、できないね、あれね。今日は、はい、ありがとうございます。検査します。宇宙人にさらわれたみたいな格好してますね。内視鏡口のところに胎盤が近いっていうので低置胎盤のところですね。で、おそらくまた赤ちゃんが大きくなって子宮が大きくなっていくと少し内視鏡口から離れるとは思うんですけど、はい、ちょっとその時期確認が必要ですね。はい、はい、ということでただいま帰ってまいりました。わー、暑、妊婦の夏しんど。はい、ということでなんと今回の診断で低置胎盤っていうね、診断を受けました。低置胎盤とは胎盤が内視鏡口を塞いではないもののその付近にある状態を言います。分娩時の出血が多いことが知られていますということで、画像をねこちら見ていただくと分かりやすいんですけど、子宮の入り口と胎盤がちょっと近いですよね。そうすると赤ちゃんが生まれてくる時に大量出血になってしまったり、赤ちゃんのちょっと呼吸がしづらくなってしまって赤ちゃんにちょっと危険が及ぶ可能性があるらしいです。だから最悪の場合は帝王切開になるんだって。ちょっとなんかビビってます。今妊娠21週目の後半なので大体は経過していくうちに治ってくるらしいんですけど、まあね、その可能性がなきにしもあらずということでビビってます。低置胎盤、低置胎盤対処法ってあるの？ちょっと調べてみるね。なぜ起こるのか現時点では解明されていないんだって。だから予防法というのはありませんだって。動画で皆さんが私の動画見て、それ怖いからやだ気をつけようとかって思ってなんか食生活とか運動とかした方がいいのかなっていう改善方法を探そうと思ってる方は予防法がないらしいです。友達もなんか1リットルぐらい出たとか言ってたの違うな。もう私は見ないからいいのかな。わかんねえ、怖っ。とりあえず怖いなっていう感じでね、この結果が出ました。ちょっとこれからね、また経過見てどうなるかわからないんですけども、まあ、今現在の時点では赤ちゃんも問題なく大きく育ってるし、私も大きく育ってる。それ私は大きく育てすぎないように気をつけるのと、ちょっとね、今後経過を見て、低置胎盤がちょっとどうなるのか、経過を見ていきたいなと思います。ということで皆さん、本日も動画見てくださってありがとうございました。よろしかったら、チャンネル登録とグッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。インスタグラム、TikTok もやってるので、よかったらフォローしてね。またねー。みんな健康大事に今日も頑張っていきましょう。バイバーイ。